皆さんこんにちは、スチール家具メーカーの梅根製鋼の高藤と申します。本日は特別なゲスト、水様にご来社いただきました。水様は、インスタグラムなどで弊社の商品をたくさんご紹介してくださっておられます。水様です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。では、水様、梅根製鋼をご存知になられたきっかけと、はい、それからタワーシェルフシャトーをご存知になれたごきっかけをお教えください。はい、先にタワーシェルフの方の商品を知りまして、その商品を知ったきっかけは、私がまだインスタグラムを始める前に、まだ見る専門だった時にフォローしていたアカウントの方が、そのタワーシェルフをお使いになられてて、なんかもう本がタワーみたいに包まれててめっちゃ可愛くて、どこの商品なんだろうなと思ってたら、その方がハッシュタグでルメン製鋼って書いてたんですよ。で、そこから、あ、これ、ルメ製鋼さんのタワーシェルフなんだって知って、引っ越したら絶対買おうと、引っ越したらって、一人暮らし始めたら絶対買おうと思ってて、買ってっていうので、その、知ったきっかけが、こんな感じですね。そうしましたら、現在、タワーシェルフシャトーが、従来のものよりも棚の幅が広いグランデ、そして背の低いカービンと、カービンにもグランデサイズの棚をつけたグランデが展開される予定になっております。メリットとしましては、このようなギターアンプなど の置き方の自由度が上がる、それとまた色のバリエーションが増えますので、お部屋に合わせて、いろいろな合わせ方ができると思います。いや、めっちゃびっくりしたんですよね。この部屋に入ったらめっちゃカラフルな棚が並んでたんで、あ、こんなに色展開するんだってびっくりしたのと、やっぱりその大きい棚のやつはめっちゃいいですよね。なんか雑誌とか、そう、雑誌が折れ曲がっちゃうっていう声があっちゃって、ね、なりまして、で、それが、それにならないように、ちょっとこの大きさにするきっかけになりました。なんか雑誌とか特に大量に持ってる方多いと思うんですよね。毎月買ってるとかで、多分皆さん収納場所困ってると思うので、その雑誌が載るサイズのグランデはめちゃ重宝されるんじゃないかなって思います。あと、この可愛いサイズのやつもいいなって、はい、なんかやっぱりその部屋の天井の高さとか、あとは広さによるっては、この通常サイズのやつが大きすぎる場合も結構あるんじゃないかなって気がしてて、あとは そもそもそんなに本持ってないっていう方とか、的にはこの小さいカービンのサイズもめっちゃいいなって思います。